はい、えー、総務省の四幹部、月内処分、今月内に処分される見通しでございます。首相長男の接待問題ってありますよね。まあ、菅総理の長男さんと、まあ、なんかね、その、あまり良くない接待をしていた。しかも、緊急事態宣言勝負の3週間ですかああいうふうな非常に反発の多い時間にですね、そういう期間に、まあ、自民党とかね、 それから公明党の方があ、まあ飲んだり食べたり自由にしている中で批判を受びて離党になったりとかね、それからあ、まあ議員辞職をしたりする中でですね、まあこともあろうに、今度はね、総務省、そして総理の、うん、まあ身内の方がこういうことをしていたということで、もうね、ここで問題はですね、この行動自体は問題なんですけども、まあみんなでやたらめったらね、隠蔽しようとしてとぼけるってことなんですよ。 で、バレたら、小出しに白状していって、なんとか罪を逃れようとしていると。やっぱりね、悪いことをしてるって自覚が、自分自身あるわけですから、証拠が出てきた時もね、まあ認めないとか、調査中なんで話せることがないっていうかね、話すこと自体が調査に協力していることになるのに、なぜかね、だんまりを決め込んで、黙秘、それから記憶にないみたいなことを繰り返していくというね。まあこういうね、茶番劇が、 最も国の大事なところで行われているときに、外交問題とかね、それから少子高齢化対策ですとか、医療問題とか、一体誰が話し合うんだってことになるんですよ。結局その自民党から始まる、ま、なんですかね、あの、官僚。この辺の人たちってのは、自分の利益が優先というよりも、自分の利益だけのために生きてるんですよね。で、あの、オリンピックの方もそうですけども、 森吉郎会長ってのは、報酬受け取ってないよと言いながら、いろんなところからね、献金を何千万ももらっていて、本当にどしがたいなと思います。まあ、まずは記事を読んでみますね、えー。菅首相の長男らによる接待問題で総務省は参加した幹部4人を月内にも処分する方針を固めたと当たり前ですよね。これをね、のらりくらりやっていた武田総務大臣も、もう免職に値しますよ。もう、ああいうね、リーダーの下では、人間は育たないと思いますけどね。 複数の政府関係者が21日明らかにした、職務上の利害関係者から接待を受け、国家公務員倫理規定に違反した疑いが強く、懲戒処分を軸に検討しているというふうに書かれてますけども、今回の記事をすっぱ抜いたのは週刊文集でしょで、週刊文集って言ったら、一雑誌社ですよ。うん、で、膨大な取材力と取材費のある NHK が、こういったスクープを全く、 取り上げることができなくて、もちろんね、先行して取り上げろとは言いませんよ。でも、後追い取材ぐらいすればいいのに、全く動けないですよね。結局は、あここも、官邸のね、一部門になっているってことじゃないかなと思うんですよ。で、おそらく、週刊文集ってものが、もし失われたら、もうこの国ではね、ジャーナリズムは死んでしまうんではないかなと思うんですよね。私たちがよく、テレビとか、ラジオとか、新聞で見かける、そういった、 ああメディアっていうのは全部ね、飼いならされた犬ですから、それこそ情けないというかね、うん、それは60代、70代ぐらいのメディアの方が政府に忖度するのは仕方がないんですけども、この世の中を変えてやろうとかね、本当のメディアを学んでやろう、作ってやろうとする、まあ20代、30代、40代の、うん、まあ侍みたいなね、気骨あふれる若者が、こういった長いものに巻かれることで出世していくっていう、 この図式っていうのは何とかならないかなと思っちゃいますよね。もう完全にですね、魂を売り渡して、もう誰をね、どうしようとしてるのか。結局は、うん、この辺も、やれば退治の影というか、強いものに巻かれて弱いものを敷いたげていくというね、お、えー、およそ任教道とは言えないような構図があるんではないかなと思います。あ、任教道と言ってもね、別にヤクザになれって言ってるわけじゃないんですよ。やっぱりこう、弱気を助け、よ強気をくじく、うん、強いものでも、 不正に関しましては、やっぱね、突っ張っていってもらいたいなと思うんですよ。まあ、ちょっと今思い出しちゃったんですけども、法務副大臣で、突っ張り先生というね、異名を取る、うーそういう,うな方がいます。名前はちょっとお出ししませんけども、覚えてないし。まあこの方っていうのは、いわゆるね、権力とかに立ち向かっていくことで、まあ、突っ張り精神っていうのを、まあ10代の頃とかね、培ったと思うんですよ。もう巨大な権力、大人の世界にもう振り回されないぜ、みたいな、ね、気骨が、ついに、 総務副大臣として飼いならされて、もうね、イエスマンになっちゃってるというのはね、非常に情けない姿だなと思いますよね。まあ、所詮、まあ、ヤンキーを気取ってもこんな程度なんだろうなと、私は思っちゃいますね。もちろん、いろんな事情があって仕方がないんでしょうけどもね。だ残念ながら、うん、本当にね、サラリーマン金太郎みたいなのは <laughs>、なかなか出てこないな、と、うん、いうことですかね。ちょっと余談になりましたけども、まあ、今回のね、総務省の四幹部、 うこういうふうにね、結局は、バレて発砲下がりになったら、トカゲのしっぽ切りみたいに処分が下されるって形ではなくってね、これ、接待している本人が、飲んだり食べてるしたら時点でもう、罪深いこと分かってるわけですから。それからね、菅総理も存外だらしないということがあります。長男すらしつけてられないわけですよ。別人格だとか言ってますけどもね。いや、別人格じゃ済まないでしょ、菅総理。まあ、いい歳してね、こんな分別もつかない、そして、 もしかしたらね、一国の総理大臣になっている親父の権威を失わせかねないような行動をやすやすと取るような息子ですよ。もうしょうもないなと思いますけどね、私はね。まああの、息子さんは民間人なんで、あまり責め立てるべきではないと思いますけども、ただやっぱりね、民間人とは言えないような、そんな行動ですかね。うん、ありえないなと思いますね。まあ、日本を画面にしてるのは、こういう人たちなんだろうなと思います。うん、それに引き換えて、 貧しいとはいえ、魂を売り渡してない、そういった、うコメントをね、くださる方、私の YouTube には非常に多いんで、それが救いですね。私も逆に皆さんからね、勇気をいただいております。うん、やっぱり権力にはやっぱり立ち向かっていかないといけないかなと思いますし、権力だから何でもかんでも否定するわけじゃなくて、それは筋が通らないだろうみたいなことに関しましてはね、まあインターネットで声を上げていくことぐらいしかできないかもしれませんけども、そういうね、発信をやめない方が、私はいいのかなと思いながら、今日の 動画に変えさせていただきましたでは失礼します